これまつけ、今日も張り切っていきましょう。ティータイピング、指ごとのトレーニング。中指、画面に表示されるキーを指定された指で正確にタイピングしましょう。それでは中指の担当範囲の練習をしましょう。人差し指よりも扱いづらいかと思いますが、落ち着いて打ってくださいね。また苦手キーの表示には打ち間違えたり時間のかかったキーが表示されています。自分が苦手なのはどのキーか把握するのに役立ててください。ホームポジションに指を置いてください。左手の人差し指を F に、右手の人差し指を J に。もう覚えましたよね。この F と J は混ぜて出題されます。ホームポジションに指を戻す癖を身につけていればきっと難しくはないでしょう。頑張ってください。準備ができたらスペースキーを押して開始しましょう。それでは始めます。右下段、右中段、左中段、右中段、左下段、右最上段、左上段、左中、左中段、右上段、左最上段、右中段、右上段、左中、左最上段、左下段、右最上段、左中段、左上段、左中、右下段、右中、右中、右中段、左上段、左下段、左最上段、右中段、左中、右最上段、右上段、左中、左中、右下段、右中段、右中段、左中、右中、左中段、右中段、左下段、右上段、左最上段、右下段、右最上段、右中段、左上段、左中、左中、左。はい、終わりです。お疲れ様でした。素晴らしい成績ですね。私が教えてほしいくらいですよ。さて、ここで少しノーエクササイズ。パズルタイピング。入れ替わり続ける複数の文字から一つの単語を見つけ出し回答してください。よーい、ドン。はい、そう、そうです、その通りです。お見事。そこです。そうですね、いい感じです。はい、あー、はい、そう、そうです、その通りです。あー、はい、あー、そこまでです。ランク B です。おめでとう。楽しんで。